と刻んでやるよ。やり戦闘開始。私たちを信じて戦って。ぶっ殺す。ありがとうございます。やり、まだ戦いは終わってない。集中して。もっと刻んでやるよ。ほら、どうした。苦戦してんのか。無視はできないよな。やり。おい、こっちを手伝ってくれ。もっと刻んでやるよ。ほら、どうした。ありがとうな。さすがにヤバかったよ。無事で何よりです。お気をつけて。死ね。ほら、どうした。出た。切り抜けられた。感謝する。いえ、そんな。次だ。やった。死ね。やり。もっと刻んでやるよ。やり。どうした。リコ班長。ありがたいぜ。ギリギリの状態で戦っている。兵も時間も無駄にはできない。やり。ゲルガー先輩、任せとけ。よし。センスがいい。ほら、どうした。
刻め。ゲルガピコラーズ。わかった。任せてくれ。わかった。人類の恐ろしさ、思い知れ。先輩、任せろ。分かったよ。ならやれるはず。行こう。はい、私も全力を尽くします。切り刻め。もっと刻んでやるよ。やり
役に立ったつもりか。ならば礼を言う。無事で何よりです。お気をつけて。しんどけ。救援要請か。行くぞ。ありがたいぜ。でっからすきゃじましろ。もっと刻んでやるよ。でっだまぁ見やがれ。でっからすきゃじましろ。いいな。でっやった。みんなで力を合わせないと。切り刻め。覚悟しろ。もっと刻んでやるよ。助けてくれ。頼む。早く。ありがとうございます。まだ戦いは終わってない。集中して。苦戦してんのか。無視はできないよな。助かる。覚悟しろ。帰るならそれでいい。ほら、どうした。やった。Yeah!
できね。今後も期待できそう。覚悟しろ。戦闘に駆り出されて今期の新兵は答えているだろうな。やるじゃない。
しかしこの間の件、兵長に何を送ったもんかな。お前は贈り物とか慣れてるんじゃないのか、エルド。いや、すまんが俺にもお手上げだ。いろいろと考えてはみたが、どれも一長一短というか。ああ、お前か。なあ、兵長への贈り物の件だが、ペトラたちがどんなものを考えていたか聞いてないか。なるほどな。実用性が高い雑巾か、兵長の好物である紅茶か。さすがに雑巾はないだろう。それはともかく、役に立つものか兵長の好物かなら、お前はどっちがいいと思う？形に残らないものを送るってのも少し物足りない気もする。兵長の好みに関係するもので、かつ形に残るものか。そうだ、ティーカップなんかはどうだ。ティーカップか。そりゃあいい案だな。カップを買うならいい店を知っているぞ。今度みんなで行ってみるか。よし、オルオとペトラにそう伝えておこう。次の任務の後にでも兵長に渡せればいいんだが。そうだ、次の任務にはお前も参加するんだったな。せっかくだし、お前にも贈り物に立ち会ってもらおうか。そうだな、それがいい。お前が意見をまとめてくれなければ決まらなかったからな。よろしくな。間違っても任務中巨人に食われたりするんじゃないぞ。そういうことだ。予定開けとけよ。さあ、出撃よ。新兵には難しい任務かもしれないが、俺たちがサポートしよう。お前が足を引っ張らねえってなら、討伐数が一番多いこの俺を頼ってもいいんだが。おお、新兵の時に足を引っ張ったのはどこのどいつらだったかな。あー、その話はそこまで。とにかく頑張ろうよ。やった、軍団先輩。エルド戦だ。助かる。死に刻め。トールの戦闘頼みました。しんどけ。
は終わってない。集中して。縁談か。救援に向かおう。覚悟しろ。乗るなよ。覚悟しろ。一緒に行きます。
ばい奴がいる。クソが、やってやる。ボールを先輩任せます。お前だってやろう。討伐する。追加は巨人は片付いたな。念のため周囲の様子を見てくるから先に帰還していてくれ。ああ、分かった。お前ら気を抜くなよ。ピクニックじゃねえんだからな。今回も俺が一番の戦果を上げてしまったか。どこに目をつけてるんだか。今回はこの子の方が活躍してたよ。お前、新兵にしちゃなかなかいい働きだったな。評価を改めるとしようか。うん、本当に私たちが新兵の時とは比べ物にならなかったよ。お疲れ様。ああ、よくやってくれたと思う。お前の活躍には俺たちも期待しているんだ。これからもよろしく頼むぞ。おっと、それからこの後もよろしくな。ええ、近いうちに兵長に贈り物を渡しに行くから、その時はちゃんと付き合ってもらうよ。私に言おうかな。